タスカーは、東、アフリカブルワリーが販売するケニアのビールの、ブランド名である。東アフリカブルワリーは、ケニア国内で年間70万ヘクトリットル以上の、タスカーを販売している。また、タスカーは、ディアジオグループ最大のアフリカのビールブランドでもある。タスカーは、ペールラガーであり、アルコール度数は4.2%である。タスカーのスローガン、ビアヤング、アンチーヤングは、 スワヒリ語で、私のビール、私の国を意味する。1922年、ケニアブルワリーが、有限会社として公式に設立された。ケニアブルワリーでは1922年12月15日に、ビールの醸造が開始された。最初に醸造されたビールは、ナイロビのスタンリーホテルに納品されたが、ホテルにおける反応は様々であった。ケニアブルワリーは、 タンザニアやアフリカ大古商周辺諸国へと販売をシフトし、間もなく輸出が開始された。ケニアブルワリー初の株主総会が1923年に開催された。ケニアブルワリーの創業者であったジョージ・ハーストはゾウの密漁の際の事故で亡くなったが、彼の記憶によれば、彼の兄であったチャールズが最初に醸造されたビールのブランド名をタスカーと定めたとされる。 1929年、ビール製造過程が輸入品の麦芽エキスの代わりに大麦の麦芽を使用した製造へと変更されたことにより味と色に大きな進歩が生まれ、当時の金額で最低でも年間約1240ドルの利益をもたらした。2012年の純利益は2011年から年間2%のインフレ率を前提とすると約56,220ドルとなっている。 1970年、それまで主流だった木製のビールケースが、プラスチック缶へと置き換えられた。1987年、セントラルグラスインダストリーズが初めて瓶によるタスカーの販売を開始した。2008年初頭、イギリスのスーパーマーケットチェーンであるテスコが、セーンズベリーズの後を追う形で、タスカーの販売を開始した。以上3種類のタスカーはすべてモンドセレクションにより、 毎年開催される世界品質セレクションにおいて金賞を受賞したビールである。味わいと品質についてはモンドセレクションで国際賞を受賞している。ありがとうございます。